長崎学専門学校教授時代の石田、登る石田登る11月25日から1940年5月31日は、日本の医学者、精神科医、五秀増門家生の一人、代々仙台藩の藩囲を務めた家に生まれる。第二高等中学校在学中から短歌や小説に熱中。第五高等学校を経て、1899年に、 東京帝国大学医科大学に入学、1903年に卒業後、菅野病院内にあった東京帝国大学精神病学教室の女子となり、29歳で新鮮精神病学を執筆。これが、郷秀でに認められ、1907年に31歳で長崎学専門学校精神病学科の初代教授に就任。教授在任中には、 新鮮催眠療法、健全なる精神を執筆するなど、日本の精神医学の早々期に第一人者として活躍した。スキーザフロニーを初めて分裂病と訳したのも石田である。1917年には文部省留学生としてアメリカのジョンズ・ホップキンス大学に留学。当初はそれまでのクレモン科生同様ドイツに留学予定であったが、 第一次世界大戦のため渡航できなくなり、アメリカに変更。この留学中に自らが精神を病んで妄想に犯されるようになり、留学2年目の1918年12月21日、当時研修中のシェパード・エノック・ブラッド病院において、35歳の同僚のアメリカ人医師ジョージ・ b ウルフをピストルで射殺。この頃医師は被害的な現状が盛んで、 下宿を頻繁に変えていた。また、病院の看護婦長に恋愛妄想を抱いたが、ウルフがこの恋愛を妨害していると曲解し、彼を殺害するに至ったと伝えられる。米国留学中の石田のボル。左は、ジョージ B ・ウルフ医師逮捕後、ダラソンマンプの工事書に送られ、裁判では夢を見ているうちにやったことです。ウルフ医師を殺すつもりなども頭ありませんでした。 ウルフ医師が目に入ったとき、彼を殺していました。霧が目の前に立ち込めていましたと語ったが、一心二心ともに責任能力を認められて死刑判決を受けた。しかしアドルフ・マイヤーの鑑定で終身刑に減刑され、1919年からメリーランド州立刑務所で5年間服役。精神症状の悪化に伴い、1924年に、 中立精神病院に移送され、1925年には、日本に送還されて、松沢病院に入院。松沢病院での主治医の一人に、後の東京大学医学部精神科教授の秋元春夫がいる。秋元は、新鮮精神病学を学生時代に読み、精神医学を志したという。松沢病院入院中は、現状が活発で、毒語、空笑いも、 坂に現れ、自分は神である。俺はクレッペリンよりも偉い。デメンチアコンプレックスの分類では、世界各国とも、俺の説を取っておる。しかし、日本では通用しないなどの古代妄想的な発言を行うこともあった。その後、回復することなく、1940年に、肺結核の悪化により、松沢病院内で死亡した。秋元が、医師だの復権を願い、 東京大学での最終講義で触れるまで、石田昇をめぐる話は長らく、タブーとされてきた。しかし石田が、後の日本の精神医学界に、多大な影響を与えたことは事実であり、中でも解放治療と作業療法を早くから、実践した歴史的功績は大きい。石田は若い頃より、文才に溶け、東大在学中には、大島浜太郎の名で、ドンキホーテの翻訳本。 世界記書、ドン・キホーテイを出版し、大学卒業後にも、大島浜太郎名義で短編小説集を刊行している。石田の後を受け、長崎医学専門学校、第二大教授となったのが、後輩で歌人の斎藤も吉である。前頭を職望された石田であるが、その、新鮮精神病学の所言、精神病は、社会のすべての階級を通じて、 起こりうつつするところの深刻なる事実なり、いかなる天才、人欠といえども一度本病の重躙に相は、性格の光、暗雲の底に埋もれ、根々として、名望なる一肉会となり終わらざる者間なら、無、今日して孫戦よりはむしろ失るの優れるを思う者ある、人死に憐れむべきなり、に自ら知した通りの人生となったのは、まさに運命の皮肉である。なお石田については、 これまで秋元の手によるものが主であったが、2007年、長崎大学医学部精神神経科学教室開校100周年を記念して、第6代教授、中根誠文がまとめた、長崎医仙教授、石田昇と精神病学が刊行された。弟の石田はじめは1909年に、東京帝国大学法科大学を卒業後、 鹿児島地裁判事や道検事などを経て1923年に東京地裁上席検事となり、日本共産党の第一次検挙や撲烈大逆事件、松島遊郭移転問題、田中義和総裁の陸軍機密費問題などで、再配を不力検事と称されたが、1926年10月30日早朝に、東海道線の鉄橋下の小川で、変死体となって発見された。 ありがとうございます。